朝にさらっと知らせちゃえばいいかな。うん、そうだね。朝といえば今日さ、俺動物園激コミとか行ったじゃん。うん、やっぱちょっと緊張するけど、何でしょうか。ね、調べたら夏休みでも平日はそんな混まないみたいだよ。そうなの？忘れ物を忘れ。本当だ。そうだ、大人は夏休みないもんね。俺もよく知らないのに適当言って不安煽っちゃったね。優しいな。偶然でも何でも友達になれてよかったな。動物園も二人で行けたら楽しいかななんて妄想しないでもないけど、この友情を大切にしなくちゃ。誰かと行ってくるの？あ、それなんだけど、みんなで二人で行かない？口が滑る。いいよ。お盆前だよね。何日頃空いてる？いいの？うん、こういうとこは 2,3 人の方が回りやすいよね。再来週の木か金とかはどう？なんか普通だ。あんなに女の子を気遣えて察し上手な島くんなのに、私のいい、ね、このこれってデートじゃないの？オーラに気づいてない。あ、じゃあ木、もしかすると島くんにとって私って、二人で遊び？オッケー。こんな感じに映ってるのかもしれない。俺もパンダ見たことないんだよね。そうなの？でも東京の人はみんな見てるものだと。でもんなことないって。私と二人で出かけるの嫌じゃないんだ。そっか。